送ったって曲が悪きゃ引っかかんないって最初に言ってんじゃん自分で。そんなの言うかよ。だったらもっといい曲作れってんだよ。お前の意見売ってんだろ自分自身で。17歳で脚光を浴びたミュージシャンの青年と彼を慕うミュージシャン志望の若者、そして映画監督である私が過ごした特別な時間の終わり。映画の一本ぐらい最後まで撮ってみろ。そんなもんかお前は。お前らの勝手で始めたことだろ、みんな巻き込んでよ。行ってきて早く。予兆が分かるんだったらこんなことありえねえんだよ。止めろ止めろ。おい、優しく撮んねんだよお前。映画だろ、撮れよお前。何逃げてんだお前。撮ります。